はいカメラマンの石山です、えー、今日は9月の26日の土曜日、えー、少し雨が降ってる寒いちょっと1日になってます、えー、今日はですねその EOS の R6 のバッテリーグリップが手に入らないというところで、えー、ちょっとお話ししたいなと思ってまして、えー、昨日ですね まあ金曜日ですね、あのー、キヤノンの CPS というまあ、キヤノンプロフェッショナルサービスなんですけども、えー、そこに電話をしてまあ、ちょっと EOS の R5 のこととかですねその辺の話をしながら R6 のバッテリーグリップが手に入らないんですって話をし,したところまあ、雑談でしたところ、えー、もしかすると年内きょ 手元に来ないかもししれまませんよっていう話が出ましたでそのぐらい、まあ、バックオーダー抱えてるということになるんですけども、えー、結構売れてるということでキヤノンのホームページを確認すると個人のお客様向けのところでですねまあ要するに R の R5 と R6 とかのそのトップページのところに。 商品の供給状況についてのご案内っていうのがね多分あると思うんですけどそこをね見ると、えー、予想を上回るご注文をいただいておりお届けまでに時間がかかる可能性がございますというのがありますでまた未発売の商品に関しては発売日のお届けが難しい場合がございますというふうになってますで対象の商品として えー、EOS の R5R6 で RF の100500800600でエクステンダーの1.4倍2倍バッテリーグリップがここに入ってますねそして、えー、ワイヤレスファイルトランスリミッターっていうねこのもう入ってるんですけどまあこれはちょっと買う予定はないので別に大丈夫なんですけどもで先日 あの量販店で発売日の届け可能だと思いますということで、えー、注文をした RF の85の F2 マクロこれもね発売日のお届けが難しい場合がございますというところに多分該当してるんだと思うんですけども量販店で手に入るかなっていうところでちょっと、えー、心配です。まあ ななななくてははらいないものではないのででね両方ともいいんですけども、まあ、とりあえずでも年内ってまだ3ヶ月ありますからね101112ってあってそれで間に合わないのかっていうの、ね、ちょっとびっくりなんですけども、えー、皆さんは手に入っていますでしょうか、えー、中にはねその軍資金作るために今使ってたカメラ売ったっていう方もねもしかするといるかもしれないのでねそういう方はちょっと 気の毒だなとは思いますけども、えー、まあ一眼レフがこの売れていない時代にですね予想を上回る注文を頂い,いておりって、まあ、どのぐらいの予想をしてたのかっていうのがね微妙なんですけども、えー、まあでも商品がね売れるってことはいいことではないかなとは思うんですけども、えー、でも待ってる方にしてみればね早く早く発売してっていうふうになってると思います。えー、今日はこの後ですね 銀座の、まあ、プロラボさんに行ってプリントをちょっと出してくるんですけどもあの、まあ、何のプリントかというとですね11月の11日からガンダのアジギャラリーという、ね、魚のアジですねアジギャラリーというギャラリーがある、まあ、小さなギャラリーがあるんですけどもそこで風景写真の、ね、11人展というのをやります。で、まあ、プロはね私しか参加してないんですけども。 えー、他10名がアマチュアの方ででそれはねその仲間とですね一応昨年、えー、写真展、まあ、10人展で始まったんですけど今年1人増えて11人展になってます。でまあアマチュアと言いながらももうハイアマチュアの方で写真すごい上手な方いっぱいいるんで、えーまあ、私も刺激を受けるんですけども。 で中にはですねまあ本当に、えー、まだ始めて23年の方なんかもねいたりするんですけども、えーまあ、個性豊かな写真がね結構並ぶんじゃないかなと思います。1人 A3 で1枚は共通のフォーマットで展示してでその後自由に少しサイズ変えながらとかねイメージに合ったものをこう作っていくっていう風うに、ねえー、なるんですけどもそれぞれのね世界観があったりとかしてね結構面白い写真展だと思います。 えまたあの近くになったら正式にこうなんか情報として発信していきたいなと思いますけどもえまあそんなことでねこれからちょっと銀座まで出かけようかなと思っております。と,ということで今日はありがとうございました。